はい、皆さんこんにちは。コウジロゲームズこと KG です。今日もファイナルファンタジー7エバクラ攻略動画作っていくということで、琥珀の塔30回までやってきましたので、30回攻略動画やっていきましょう。まあ、初見でいきます。じゃあここがイフリートですね。ボスイフリートがいてですね、まあまあイグニッションで火属性、炎属性威力が変動すると、まあまあサインを消せということですね。まあ霊属性が弱いので、まあこれをしっかり当てたらいいかなと。あとサインが×と、まあ四角、ひし形ですね。ひし形の。なので今回ね、ちょっとこれを見てですね、編成をちょっと変えてみました。まあ、一応ね、FF7 の4名ですね。あとレッド13ですね。その4名しか行けないということなので、まあずっと、まあ、これでやってきたので、これでいきたいと思います。まあクラウドね、まあアタッカー、シバー持たせて、フリーズストリームですね。うん、ストリームセーバー持たせて、霊属性当てますよって感じですね。まあ、あと、ステータスで、まあ、仏鉱が上がるようにしてますよって感じですかね。でサブも、まあ、霊属性上がるようにと、あと、ガイドグローブで、物理アビリティ力アップなんかつけてます。そんな感じですね。まあ、一応、サインブーストを持っていかないので、×のマテリア1個持たせますって感じですね。まあ、HP が6646とだいぶ低いんですが、まあ、どれぐらい耐えられるかちょっと見てみたいと思います。で、バレットですね。バレットはですね、サイン持ちの、サイン持ちの武器、マキシマムレイカ、ひし形のエナジーレーザー、これでとりあえず行ってみましょうってとこです。あと、アジテーションですね。まあ、使うかどうかわかんないんだけど、まあ、召喚獣は、そうですね。召喚獣じゃなくてもいいのかなってとこですね。リミットブレイク、マインドブレイク。ちょっと待って、イフリートって聞いたかな？あんまはっきり見てないんだけどね。フリート。仏鉱と魔鉱は効かないけど、防御系のバフ、デバフは入れられるということか。そうなると、マインドブレイクで、魔法防御力中断、物理防御力を中断。入れられるんだったら、これでもいいかな。マインドブレイク持っていきましょうか。まあ、バレットこんな感じですね。で、あとね、毒がイフリート、効きそうなので、毒、バイオ持っていっておきます。ここ、ファイラーじゃなくてもいいか。ここなんか、ブリーザラ系でも持っていっておきましょうか。なんか強そうなのがあれば。なんか真っ赤い系になったね、一瞬。魔法は効かないのかな？どうなんだろうね。ちょっと下がるか。まあ、これでもいいか。ね。まあ、こんな感じで、とりあえず行っときましょう。サブ武器は炎、炎か。なるほど。霊属性アップにしときましょうか。霊属性威力アップ。まあ、何でもいいんですけどね。特にこだわりはないですね。そうですね。まあ、こんな感じ、とりあえずつけときますか。HP アップとリミットブレイク。魔法防御で HP アップ。こんなもんでいいでしょう。で、ティファはですね、リプレイドと、あとこの、あれですね、ないんだ。バハムートナックルか。これもひし形のサイン持ってるんで、一応まあこれでいってみようかな。まあ、4ゲージいるからね、普通にバツ持っていった方が早いような気がするんですが、あとね、ティファにもちょっとバイオ持たせてます。召喚もいらないか。ここもリミットブレイクで、サマーソルト、サマーソルトでいっときましょうか。ね、あとリプレイドで全体回復。まあ、HP は1万あるけど、仏鉱と魔鉱はもうね、カスカスですね。まあ、治癒も2191、カスですね。カスである。ブリザラブロー持ってるか。じゃあまあいいね。チョコボステッキと HP アップと仏棒アップ。魔法アップ、仏棒アップ。まあまあ、こんな感じでいいんじゃないですかね。はい。さあ、初見ですが、これでいってみましょうか。推奨戦力が24万6000。総戦力25万2334。どっこいどっこいですね。ほんほんほん。まあまあ、行きましょうか。第1、第2ウェーブはちょっとオートでぶっ破して、最後のイフリートのとこだけちょっと見てみようかな。ほうほう、ボムが2体。なるほど。爆発しそうですけど、まあ、ティファが回復してくれたら持つと思うんですけどね。レベル80のボム。レベル80の分、あ、終わってたわ。よそ見してたら、よそ見してたら終わってたわ。ヒートコンドル。A と B。ヒートコンドル A と B。あれ？もうおらん。終わっとるかな、もう。さあ、イフリート。お待たせしました、イフリートさん。まあ、ちょっとゆっくり見ていきましょうか。魔力ためですね。ここでしっかりと、霊属性やっていけば、あのゲージ減るのかな。イグニッションが。ガンガン減りますね。もうほっとこう、じゃあ。ブリザラとかでもいいのかな？クラウドの行動がちょっと遅い。とりあえずあのイグニッションさえね、
溜めさせないようにしてですね、肝心要の毒は、あ、毒入りましたね。毒入れてくれました。5749ダメージかな。どっちが入れたんかな。バレットが入れたっぽいね。突進1346。今のところは怖くなさそうですね。今毒8900ぐらい入ってた。あれは違うんかな。49000。地獄の着火。これでも今シバ打っても入るんじゃないのかな。サイン消してからの方がいい。サイン消してももうイフリート落ちちゃうもんね、どの道。8949入ってますね、毒スリップダメージ。もう落ちそうですね、イフリート。毒で。ダイヤモンドダスト打たなくても毒で落ちていくんじゃないか。あ、毒はもう消えてるね。あ、地獄の階に来ちゃった。あ、でも全然効かないですね。あ、まだサイン中。あ、そうかそうか。確かそんなんだったね、イフリート。あ、終わりましたね。あれ？なんか25階の星鉄巨人の方がちょっとめんどくさかったけどな、やっぱり。あの星鉄はね、物理しか効かないから。で、ここ1000ブルークリスタルもらえるかと思ったら200ブルークリスタルでしたね。まあこの先まだ開いていきますからね。はい、ということで30階は全然もうね、フリートとか合理属性が弱点分かってますからね、ガチガチで固めていけばこんなもんでしょう。続きアップデートお待ちくださいということで、はい、30回ね、クリア。終わりました。琥珀の塔はこれで、踏破しましたね。はい。はい。この25回の星鉄がちょっと一番めんどくさかったわ。やっぱりこれ、耐性こんだけ持ってるからね。結構強かったっけね、攻撃力もあったんで。戦い方をほぼほぼ忘れてるんで、まあ、とりあえずね、物理で、まあ、突っ込んでったって感じなんだけど、ちょっと手間取ったかな。手こずってはいないけど、手間取ったかなって感じですね。まあ、30回に関しては、まあ、こんな感じですね。はい。ということで、次はお隣のね、塔へ行ってみたいと思います。まあ、始まって、まずは琥珀の塔からね、行ってみましたので、ここはまあ、今、クリアですね。ここまでやってないんで、ここ結構時間かかるな。やっていきましょうということで、まあまあ、ここ一番最初ね、1個動画出したんですけどね、今日。もう早速ね、まあ、1階からちょっとやってみてっていう感じで、1階から10階までおしゃべりしながら、ちょっとね、まあ、初見でどんな感じなんでしょうということでやって、まあまあ、攻略動画はいらないのかなと思ったんで、30回だけでも出しましょうかということで、今30回やってみたんですけど、まあ特にってとこですね。うん、まあ記念に動画出しておこうかなぐらいの勢いです。はい。ということでね、次回は、お隣の塔行きましょうか。早急の塔ですね。このエアリス、ユフィ、ケットシー、ザックスですね。まあまあ僕が使うとしたら、エアリス、ユフィ、ザックスなのかなというところですけれども、ケットシーちゃんは出番ないかもしれないけど、っていう感じですね。はい。ということで今回はですね、まあウェポンコロッセオ、新しく始まったバトルタワーですね、琥珀の塔クリアしてみました。よければ参考にしてみてください。この動画が面白かった、ためになったと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、KG でした。